はい、皆さんこんにちは、ワナリグルビジです。今回はプレイステーションの機動戦士ガンダム逆襲の射続きをプレイしていきたいと思います。ステージ4、早速見ていきましょう。ついにシャアの艦隊がスイートウォーターを出た。向かっている先にはフィフスルナがあった。もしこいつを地球に落とされればラサなど一瞬でなくなってしまう。これでラサから出撃許可がようやく降りる。あの裏切り者の息の根は俺たちで止めねばな。燃えるなよ艦長。分かってる。ニューガンダム明日にも必要になるぞ。チェーンは予定通り月に行けるな。ああ、だが間に合わない。リガジーでやってやるさ。我々ロンドベルもシャアの艦隊の動きに合わせフィフスルナに到着した。ではリガジーで出撃ですね。アムロ、あまり時間がない。2分以内にフィフスルナの落下を阻止するんだ。10名の役所豪華ですね。シャアだ。援護がいた。シャアだ。なんでこんなものを地球に落とす。これでは地球が寒くなって人が住めなくなる。核の冬が来るぞ。地球に住む者は自分たちのことしか考えていない。だから抹殺すると宣言した。人が人に罰を与えるな。私シャア・アズナブルは出征しようというのだ。エゴだよそれは。地球が持たん時が来ているのだ。ここでシャアのサザビで戦闘が開始になりました。ちょっとうまくサブウェポンなんかも使いながら戦っていきましょう。うわー、サンメルか。もうレンジ攻撃を食らいましたね。ちょっとあまり食らいたくはないので距離を取りつつズホ。うわ、食らってる。普通に強いわ。ちょっとバルカンでは話にならないので、ハンドグレネードあとはランチャーなんかも使いながらうまく戦っていきましょう。ライフルの弾は20発メリガゼ。この連続で当たるときにどんだけ、まあ、ダメージを取れるかっていうところかなと思いますね。まあ、ちょっと残念ながらね、このバルカンはあまり、まあ、効果が期待できないというか、火力もなさそうだし、当てるのが難しそうなので、まあ、
ライフルが回復するまでちょっと待ちましょう。で、ライフルが回復したら、連続で当てる。こういうタイミングですね。シャアがライフルを撃ち終わったタイミングで、合わせて、こちらが出ていくと、今のところなんか当たりやすいのかなっていう印象はありました。格闘を食らう。なんなかったな。ちょっとこれをしばらく繰り返しながら、ちょっとじゃあ暖かくて削っていきましょう。削ってきたのでここで決めたい。ちょっといろんな火力を使ってシャアの足を止めて決める。最後はグレーテントで決めました。このフィフツを地球に落ちるのを阻止できなかったとは。ちぃ、このルナ2に我がネオジオンの艦隊が投降した後でですか。このアクシズを我がスイートウォーターに移動させるのは、それらの条件を認めていただかなければ和平話はなしですな。アクシズは我々が買い取ったわけですが、アクシズをスイートウォーターに運搬する仕事は我が艦隊にやらせたいのですが。了解です。あのアクシズの移動は装備されている核エンジンがまだ使えますから大丈夫です。昔のエンジンがまだ使える、おりゃすごい。ではというわけで、リガズイでシャアのサザビーに戦いを挑みました。では、今回はここまでにさせていただくことになるかなと思います。